どん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 人にね、はい、人になんていうの苦手なものありですよ。そうです。ということで、はい、マイカのターン、ピアッシングでございます。今日もやってまいりましたよ。なんと今回もう一個は両耳両ゲット。初めて見ました。軟骨や。さすが。というのも私もねすでに11個でもう塞がっちゃって3つぐらいしか空いてないんですけどもね、散々結構空いてますけれども、すごいしばらくぶりでございます。ピアスの方は開けるのは相当なしばらくぶりでございますよ。ということでまずですね、右耳の今まで1回も開いてないようなちょっときれいめなところを開けたいと思います。ちょっとこう寄っていきましょう。はい、だんだん、だんだん、あー、おー、はい、はい、ということでのんち先生にまず最初は開けてもらいます。平行にしないとね、大丈夫なのか、目つぶってた方がいいのこれ。いや、いいんじゃないですか。大体場所は大丈夫ですか？絶対平行でお願いしますね。はい、場所は決まりました。はい、場所は決まりましたよ。よーい、いいですか？ちゃんと平行ですか？平行だと思います。はい、3、2、1。お、どうですか？なんか痛い、開いた時より今のが痛いです。なんか引っ張られる感じが。これどうやって抜くの？そう、抜くのがわからない。何これ、下にって書いてあったよね。なんかでも引っ張られてて痛いです今。これ抜けない。何何なんで耳たぶが引っ張られる痛さの方が強いですね。これ開いてるよね。もう離した、引き金。引き金を離した。なんでなんででしょう。あ、引っ張られる痛さが痛い。どっちに引っ張られてる？前に。なんでこれどうやって抜くの？はい、取ります。はい、おすごい。どうでしょう。え、でも、あ、かわいいやつ。なんか、あれ、これ取れてる？ん？ん？もう、うん、透明の後で。なんか赤い、かわいいのが。そう、1月の誕生石、ガーネットにしたんです。じゃあ、右側も、のんちゃんに開けてもらうかしら？右側はやってくる。左側。左側じゃあ自分でやって。なんで？ということで、はい、両耳をピアッサーですが、はい、こちらを今度上下入れ替えるんですね。知ってました？はい、上下を入れ替えました。このブランジャーというのを必ず引っ張ってからやるそうです。行動館全日本柔道連盟黒帯を持っておりまして、これは餃子耳の一環なのでしょうか。この辺でしょうかね。なんか見えへんけどな、この辺かな。全然見えないんだねこれ、意外とこの辺平行？難しい。難しいね。鏡に向かってやんないとだね。こうやって。この辺かしら。どこでもいいんだけどね。結構内側だけどいい？あ、内側？あれかし、内側だよ。左右対称がいいな。あ。キャッチがね。うん。平行かしら。ここでいいかな。うん。はい。いきます。やっぱ自分のが意外と怖いかも。あの、今まではほぼほぼ全部自分で開けたんですけどね。いきます。うん、3、2、1。おお、全然痛くない。なんか快感だった。これ取るのが一番怖いかもしれないです。
開きました。どうだ、なんか汚いお耳ですいません。そして今日一番怖いのがこちらです。軟骨バージョンでございますよ。どこ開けよう、軟骨。でもね、私左がいっぱいあった方がいいんですよね。なぜなら右を下にしてよく寝るんですね。うん、この辺がいいんですよ。いきますよ。3、2、1。いったーい。気がしただけ。全然痛くないですな、これ。はい。そしてこれがですね、逆？キャッチがついてない。ちょっと待って、キャッチがついてないよ。やっちゃった？え、ついてんのこれ。え、ついてないよ。あ、本当だ。キャッチは？キャッチがない。キャッチは？救われなかった。でも、後からでもできると思う。そうだね。うん。でも、あ、ダメだ。それが抜けちゃうもんね。ちょっと待って。もう一回グイッて押した方がいいんじゃない？もうちょっと押し足りなかった。うん、多分キャッチがくっついてる。うん。一応押しちゃった方がいい。ググッと。うん。いける？はい。押した？はい。うん。入った？入んの。はあ。不良品。だね。はあ。あ、はあ、落ちた。だだ。あ、こっちゃだめ、こっちゃだめ、こっちゃだめ。今こっちについてるから。あ、これで。あ、ダメ、こっちゃだめ。なんて優しいけど、もえこビビってないっていう。しかも、のんちが1個開けるのに、ロゴが7分ぐらいかかってたんですけど、もう1個3つ開けるのにまだ5分しかかかってないんですよ。よし、ちょっと待ってよ。優しい。お、入った。キャッチも？キャッチ入った、ちょっと。入ったけど、なんか、ちょっと触ってみて。斜めすぎちゃった？違う、なんか、プラスチックみたいのがついてるけど、それはそれでいいのかしら。これは取るやつじゃないかな。わかんない。これ、あ、軟骨だから、これがキャッチなのかな。あ、とりあえずそれ。あ、すごい光ってかわいい。うん、そう、これかわいいかなと思ったんですよね。かわいいけど、でかいな。キャッチ？これでいいのかな？うん、これでいいのかな？プラスチックキャッチで。いいのかな？え、全然左右対称じゃないんですけど、なんか隣の穴とくっつきそうで。ちなみに、萌子はここにスパゲティと、さらに、マカロニを入れてたこともあるので、14ゲージぐらいいってたので、そのうち2つ一緒になっちゃうかもしれないんですけど、逆にシリコンキャップな感じです。どうでしょうか？なんかあんまり寄りたくないんですけど、見せたーい。3つも開けちゃったよ。すごーい。どう？どう？いいですね。うん。ああ、いいですね。ということで。すげえ、3つ。私は、やっぱりちょっと頭おかしいんですよ。全然なんかこれは楽しくて、もう全然ここまでいっちゃって10個とかでも全然いけそうな気がするんですけど、でも鼻とか、へそには開けたくないんですよね、あんまりね。あ、へそですか。でもこれ動画切ると何パターンとかいったりするかもしれませんので。いや、やっぱ強いですね。もうすっごい汗かいてる。もう体中汗かいてる。よし、今日も頑張ったな。はい、ありようじゃないか。ああ、これは。サンデーと一番勝利で。すごいね。全然平気ですか？三つ開けて。なんか、ぜひ確認しに来てください。一応じゃあこれで、はい、あ、でも偶数になっちゃうの良くないんだよね、うん。奇数がいいっていうよね。そうなんだ。うん、やばい。多分、次のライブでは6個してると思われますので、うん、はい、ぜひご確認をよろしくお願いいたします。多分これ1日前に。上がると思うんで、はい、僕らにライブで会ったら、はい、ピアスって言ってくれたら、言ってくれたら、そして汗が出ます。何個でも何個でも差し入れしていただいて大丈夫です、ピアス。一応これホールできるまではね、1ヶ月はちょっとね、一応ゴールドのとかに、ね、しようかなと思うんですが、ピアスホールできてしまえばある程度のね、やつでもチタンとかでもいけますのでね。
はい、ということで、いやすごい。ライブ、はい、明日ライブ、はい、大丈夫ですか、ね、ぜひお願いします、はい、吉祥寺シルバーエレファントで、はい、歌は続くよどこまでも、ぜひお待ちしております、ということで、萌え子のターンピアス3つ開けちゃったよでした、すごい、またね、またね。